アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。すみません、まずなんですけども、はい、K-1 のスーパーファイト参戦が決まって、どのような心境でしょうか。ああ、そうですね、まあ、年内には試合したいと思ってて、まあ、でも K-1 の本戦の話をもらって、まあ、でもよかったなと思って、まあ、そろそろ本戦でもいいのかなと思ってたんで、まあ、しっかり今回試合で見せて、でいいインパクトをしたいなと思います。はい、周囲からのこう反響っていうのはどんな感じですか。試合で、あ、でもいつもよりは、はい、大きいかなと思います、ね。はい、まあ、スーパーファイター初参戦ということで、はい、ちょっと改めてそのプロフィール的なこともお聞きしたいんですけれども、はい、格闘技っていうのは、いつ頃から始められたんですか。5歳から空手を始めて、で中学3年までやってて、で全国大会で優勝して、で K-1に転向した感じです。空手 その全国大会というのは中学生の時ですか。中学生の時です。ちなみにその空手の流派みたいなのっていうのは、空手道マックスっていうのなんですけど、もう全国大会はフルコンの極真の感じです。はい、過去にバックスピンキックでこう KO 勝ちしたことがあると思うんですけども、はい、どんな技をこう、うん、得意にしたされてるんですか。あ、でもバックスピンでも KO してそれ結構言われるんですけど、でも自分はパンチでも蹴りでも倒せるんで、その技どの技がいいとかですか、ね。得意技っていうのは、まあ、バックスピンもそうなんですけど、パンチも蹴りも全部で倒せるのかな、それが武器かなと思います。まあ、結構全般的に得意な感じ。あとこのお名前なんですけれども、はい、リアムっていうお名前は本名なんですか。本名です。あ、はい、本名。どんな由来があるかっていうのは、いや、由来はちょっと分かんないですけど、でも変わってるんで、それで K-1 選手になったんで、まあ、ちょうど良かったのかなと思います。はい、リングネームっぽいというか、でも結構みんなあれですよね、はい、覚えてもらいやすい。あ、そうですね、漢字もなんか難しくてかっこいいんで気に入ってます。はい、うん、これまで、まあ、プロデビューして無敗のままこう来られてるわけですけれども、はい、自分のこうキャリアを振り返ってどういうふうに感じてらっしゃるんでしょうか。あ、でも、まあ、まだその6戦今無敗で、まあ、でもいろんな選手とやってきたんですけど、そのまだそのトップ選手とはやってないと思ってるんで、今回その佐々木選手はクラッシュでもチャンピオンになってて、で向こうも無敗なんで、まあ、今回しっかり勝たないとなと思ってます。はい、まあ、その佐々木選手なんですけれども、はい、どのような印象をこうお持ちになるんでしょうか。まあ、ボクサー出身の選手なんで、まあ、パンチは上手いなと思うんですけど、まあ、蹴りも対応できているんで、その、まあ、なんか昔の K-1 とかだとボクサーはローで倒れるイメージとかあると思うんですけど、まあ、そういうそんな簡単にはまあいかないのかなと思います。はい、ちゃんとこの K-1 の戦い方にも、ね、K-1 ルールで強いパンチの上手い選手とかですね。
まあ、その佐々木選手もそういう先ほどおっしゃったように、まあ、クラッシュのチャンピオンだったり、はい、キャリア的にはこう山選手よりこう上っていうところあると思うんですけれども、はい、ご自分の力を出せればこの佐々木選手に勝つ自信っていうのは、ああ、自信はあります。で今回佐々木選手もまあこう無敗対決ということで、はい、まあ、それがこうテーマになっている試合だと思うんですけれども、はい、そこはやっぱり意識されてますか？あ、意識してますね。まあ、向こうも負けてないんで、その佐々木選手はそのまだ無敗なんで、その選手も価値は高いと思うんで、はい、まあ、そこで1回でも負けてたらそんなあれなんですけど、まだ無敗同士なんで、まあ、ここで勝った方がまあもっと上に行けるのかなと思って、まあ、しっかり自分が勝つと思っています。佐々木選手はその井山選手にこう初黒星をつけてやるというふうにおっしゃってましたけど、それはどのように感じてらっしゃいますか？まあ、でも負けるつもりではやってないと思うんで、まあ、自分も同じかなって感じですね。はい、向こうに初黒星を。まあ、そうですね。はい、まあ、今回この試合は山選手にとってもこう大きなチャンスになると思うんですけれども、はい、この試合に勝って今後このこう K-1 のリングでこうどのような活躍をしていきたいと考えていらっしゃいますか？はい、でも今回佐々木選手に勝ったら、まあ、スーパーバン55キロのスーパーバンタム級ではもうやる人はもう少なくなってくると思うんで、まあ、しっかり今回勝てばその本当のトップクラスの選手できると思うんで、まあ、K-1 の方でも、まあ、クラッシュの方でもベルトには絡みたいなと思います。はい、2021年のこう野望っていうのはありますか？あ、でも今言った通りその K-1 クラッシュのどっちでもベルトは可能に取りたいと思います。はい、この試合をまあステップにして次の年に、はい、あと、まあ、今回 の、 その両国大会はまあタイトルマッチも含めていろいろなこうカードが並んでると思うんですけれども、はいはい、その中でこうどうい う、 こう試合を見せて活躍したいなと思っていらっしゃるんでしょうか？はい、それこそ無敗対決で、まあ、他の試合で無敗対決はないと思うので、まあ、それでどっちが負けるのかっていうのを楽しみに見てもらえたらいいのかなと思うんですけど、まあ、でも結構自分佐々木選手も結構攻撃的な選手で、まあ、自分も結構攻撃力あると思うので、まあ、KO 決着になるのかもしれないなと思います。はい、なので楽しい試合ができるのかな。こうなんかこうずっと無敗こう続けてって、うん、黒星つくことになんかすごく恐怖心っていうか、なんかそんなのって逆に意識しちゃったりとかじゃないですか？まあ負けた時は負けるんで、まあでも負けるつもりはないんですけど、まあそこを気にしててもしょうがないなと思います。はい、それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、まあ、12月13日は、まあ、両国で、まあ、結構いい試合他にもいっぱいあるんですけど、まあ、自分が一番インパクトを残してで、まあ、KO を見せれたらいいなと思うので、まあ、ぜひ応援をお願いします。